コーチャラらの興奮が88ライジングフューチャーアースの熱狂的なファンたちによって鮮やかに再現されました。特にナンバーアンダーラインイのゴートのダンスパフォーマンスは会場中に鳥肌を立てるほどの圧倒的なエネルギーを放っていました。ナンバーアンダーラインイのゴートのダンスパフォーマンスはまさにコーチャラの88ライジングフューチャーアースステージでの驚くべき瞬間でした。 そのダンスは観客の皆さんに鳥肌を立たせるほどの感動を与えました。視聴者からのコメントを見る限り、その瞬間を共有した人々は、そのパフォーマンスに圧倒され、感動に打ち震えたようです。このダンスは YouTube 上で見るのとは全く異なる視点からファンたちに届けられました。観客席からのアングルで3人のパフォーマーがしっかりと映し出され、 会場の興奮がダイレクトに伝わってきました。観客の歓声や拍手が彼らの熱気を後押しし、まるで自分がその場にいるかのような臨場感を与えてくれました。このパフォーマンスが特別なのは、そのダンスが視聴者に完全に響いたことです。動画を見ると、まるで自分がそこにいるかのような臨場感を感じることができます。客席からの視点から見るダンスは、 まるで自分がその場にいるかのような感覚を生み出し、まるでステージにいるかのような興奮を味わえます。ダンスの動きは、YouTube の動画では味わえない独特の角度から見ることができます。その一体感、視聴者が共感できる瞬間は、まさに興奮を借り立てます。観客の熱気が伝わってくるので、まるで自分もその場にいるかのような感覚を味わえます。 その瞬間を共有した観客たちは、まるで一つの大きな家族のように感じられました。この動画を見たファンからの感謝のコメントが溢れています。彼らは、普段はなかなか見られない視点からの映像に感動し、ナンバーアンダーラインアイのダンスの迫力を再確認したようです。特に、舞台上での彼らの動きを直接見ることができたことに喜びを表現しています。 一方で、このダンスパフォーマンスには、ファンたちの心に深く響く要素がいくつかあります。彼らのダンスは単なる技術的な動きだけでなく、彼らの情熱や練習の成果が現れています。それに加えて、富士の衣装を身にまといながらも、彼らのパフォーマンスは一切の妥協を許しませんでした。スーツでのパフォーマンスは、通常のダンスとは異なる挑戦があったことでしょうが、 彼らはその制約を超えて最高のパフォーマンスを披露しました。このような動画を通じてナンバーアンダーライン愛のファンたちは彼らのアイドルがどれだけ情熱的でプロフェッショナルであるかを改めて知ることができました。彼らのダンスの素晴らしさは単なる動きだけでなく彼らの表現力や情熱が凝縮されています。彼らのファンたちは このようなパフォーマンスを通じて彼らのアイドルをより深く理解し愛することができるでしょう。コーチェラの興奮はまだ終わりません。今後も88ライジングフューチャーアースのアーティストたちがさらに素晴らしいパフォーマンスを披露してくれることを期待しています。ファンたちは彼らのアイドルの活躍を見守り彼らの熱狂的なサポートを続けることでしょう。そして 次の興奮が待ち受けていることを知って、さらなる興奮が高まることでしょう。このような素晴らしいパフォーマンスを通じて、音楽の力やアーティストの情熱が再確認されると同時に、ファンコミュニティの絆もより強固になっていくことでしょう。彼らの熱いサポートが、アーティストたちの活動を支え、彼らの夢を実現する力となっていくことでしょう。このダンスパフォーマンスは、 ナンバーアンダーライン愛の才能と情熱を改めて示すものでした。彼らのダンスは、単なる技術的なスキルだけでなく、情熱とエネルギーが込められています。彼らの踊りは、観客に感動を与えるだけでなく、彼ら自身の表現の一部でもあります。その情熱が観客にも伝わり、会場全体が一体となって、その熱量を共有しました。さらに、 このパフォーマンスはアーティストと観客の間に生まれる特別な絆を象徴しています。観客が熱狂し、歓声を上げる一方で、アーティストもその熱気に応えるようにパフォーマンスを続けました。その一体感はまさにコーチェラの魔法の一部であり、このフェスティバルの魅力の一端を伝えてくれました。最後に、このダンスパフォーマンスは、 単なるエンターテイメント以上のものでした。それは観客とアーティストが一体となって共有する特別な瞬間であり、その感動は永遠に心に残るものとなりました。このような瞬間こそが音楽とダンスの魔法の真髄であり、それを共有できることがどれほど幸せなことかを改めて感じさせてくれます。このナンバーアンダーライン愛のゴートのダンスパフォーマンスは、 単なるエンターテイメント以上のものでした。それは観客とアーティストが一体となって共有する特別な瞬間であり、その感動は永遠に心に残るものとなりました。このような瞬間こそが音楽とダンスの魔法の真髄であり、それを共有できることがどれほど幸せなことかを改めて感じさせてくれます。